三菱重工業の子会社の三菱航空機が開発を進める国産初のジェット旅客機三菱スペースジェットは今年半ばの初航機の納入を目指していましたが2021年度以降に先送りされました。延期はこれで6度目となり当初の目標から8年ほど遅れることになります。商業運航に必要な型式証明を取得するために最新の設計に変更しましたがその試験機の完成がずれ込み国の審査に時間がかかるためとしています。